漆喰珪藻土の専門店ロハソールの辻です。今回は自分で塗っている様子にダメ出しをしていくシリーズやっていきます。30分から40分と長いので作業用動画というか、もうただ単にダラダラ流している感じで見ていただけたらと思います。これから DIY でね、塗る方は壁を一面塗っていく順番とかね、様子の参考になるかなと思います。これを見ているね、おそらくプロの左官さんも見ていると思うんですが、そういう方はね、ちょっとお手柔らかに、見てやってください。で、私もね、このビデオを見てちょっと上達していきたいと最近思ってますので、改善点をね、見つけていきたいと思います。ではどうぞ。ではね、これから塗っていく様子をお届けしていきます。まずね、手袋、最近はこの革の手袋にはまってますね。意外といいのかなっていう印象です。で、今回塗っていくのはロハソールの専用下塗り剤ですね。専用下塗り剤も完全な自然素材でできてます。まずね、右利きの場合は左上ですね。左上から材料をつけていくというのが。これね、鏡についちゃったんですね。飛び散っちゃったんですけど、ガラスとかアルミとか金属系ですね。鉄もですけど、漆喰ついても拭き取れば大丈夫ですね。でね、端っこの方はコテの後ろ側、ケツゴテって師匠には言われてるんですけど、後ろ側の部分を使って塗っていきます。これね、コテを動かすの、これコテ運びって言うんですけど、コテ運びがね、改めて見るとまだまだもっと改善の余地ありだなって思いますね。もっと上手くなりたいな。塗るときは自分の腕のリーチと足の踏み込みを使って、なるだけ広い面積を塗っていくというのが大きい壁を塗るときのコツでございます。この塗り方なんですけどね、大まかに分けると流派が2つあるみたいで、モルタルの塗り方と、我々自然素材系ですね、土壁とか漆喰とか、そういう材料を塗る場合とでやり方が違うみたいです。で、これね、壁についてる漆喰を拭き取ってます。水拭きで取った後、空拭きするというね、基本的な窓の拭き方ですね。でね、場所によってコテが入るかどうかっていうのがあるので、最初にね、コテを揃えて出しておく必要があるんですけど、いきなり塗り始めてるっていうのはあんまり良くないですね。もう壁にコンセントとかちっちゃい部分があるんだったら、あらかじめコテあてがってみて、で、道具を準備しておくっていうのが大事ですね。
塗りたい場所によって材料をすくう位置を変えてますね。これ今際の方に塗ったので端っこの方に材料をすくってます。このね、ろ過ソールの漆喰も珪藻土も専用下塗り剤もすべて自然素材 100% で作っているんですけど、この、ね、塗った時の感触が、まあ、それぞれ特徴があるんですよね。で、共通しているのはこの柔らかい時はね、何回コテを当てても線が残っちゃうという、はい、それがこの左官材料のね特徴でもあるので、一回材料をつけた後慣らしていってるというのはそういうことですね。こちらの家はね、新築ですので、最近の家は気密性が非常に高いです。そのためこの気密スイッチとかね、コンセントもそうなんですけど、気密性が高くなっているので、そういうのは逆に外すとあとつけれなくなっちゃうので、つけたまま塗ってますね。でも外せる場合は外して塗った方が際が綺麗に収まります。いやでもね、自分が塗ってるの見たら、いやちょっとそういうとこぐらい一発で決めろよって思いますね。無駄にすくいすぎると下に垂らしちゃうので、塗りたい壁にね合わせてこうすくう量を無意識で変えていってるんですけど、まあそれもねちょっと多すぎるかなと、多すぎたのでちょっとねマスキングテープのはばき部分のところにちょっと垂らしてますね、見るとね。垂らさないようにやっぱりすくい方を改善しないとダメだな。でね、この時はねちょっともたついてますけど、ちょっとね寝不足だったんですよね。結構仕事がこの前日止まってて、そのデスクワークをやってたらちょっと夜中超えちゃっててですね、あんまり睡眠時間が取れてなかったんですよ。まあ言い訳ですけどね。なのでちょっと睡眠不足でこう現場に出るっていうのは良くないですね。
このね、ちっちゃいコテもお師匠様からいただいたものですが、めちゃくちゃ当たりがついててね、塗りやすいんですよね。基本私はね、どんなコテでもとりあえず使って塗ってみたいという考えを持ってるんで、あまり文句を言わず使ってますね。で、脚立があるとね、危ないんでどかして塗ってます。この時ね、表の方もやっぱり綺麗にしなきゃダメですね、これはね。コテのね、あの縁についてると結構引っ張っちゃうんですよね、表も裏も。なので一回洗うべきですね、ここはね。今塗ってるのは下塗りなので、段差がなければとりあえず OK ですね。もし段差があると、段差があるとね、固まった時にこうコテに引っかかっちゃうんですね、仕上げを塗る際に。なので下塗りはこう段差ないように塗っていくというのが大事です。現場はこう塗りながらいろいろ人と話ができるのがいいところですよね。足場のね、高さはちょっと自分の身長に合ってなかったので、このタイミングでね、調整してるんですけど、塗る前に調整するべきですね。足場のね、高さはね、塗るときに影響するんで、低すぎると塗りにくいし、高すぎても塗りにくいし、調整式のものがおすすめです。
でこれね、良くないのはね、ああいう塊、まあ、多分ビスの穴を埋めた時にできてる塊なんですけど、それに今これね、コテで折ってますよね。でコテでね、あれをやるとコテに傷というかダメージが入るんで良くないですね。ちゃんと金属ヘラを使って取らないと。やっぱりね、こう小石がやっぱ出てきちゃうんですよね。なのでこう盛り上がってたものはこう下塗りをする前に一旦削り取りましょう。ね、埋めてる人によってこうなるっていうのがこう想像できないですよね。それがあるのでやっぱり自分がね、全部の工程をやっていくと、まあ、こういうことをしてたらダメだなとかっていうのが分かるんですけど、やったことがない場合は分かりにくいので、なのでね、誰かにまあこの穴埋めとかね、ビスの穴とかファイバーテープとか継ぎ目の処理とか他の人にやってもらっている場合には、あらかじめ調整してから塗り始めた方がいいですね。で調整せず塗り始めてるん でしかも疲れているというのもあってコテの先を使って取ってるというね。で結果この今使ってるコテはダメージが蓄積されていってますね。今捨てたのはさっき塊を取った材料ですね。塊が混ざっちゃうとね、また同じ作業をしないといけないので捨てたのはいいんですけど、コテで削るのはね、あんま良くないですね。雪降ったら思いっきりフレッシュだから このね、ゴムベラでさっきバケツの縁をねこすって落としたんですが、あそこをね細かく落としておかないとあの縁も固まってくるので。そのね、塊を落とすっていうのはいい仕事をしましたね、我ながらね。真夏だと固まってくるのも早いので、よくね見とかないとあっという間に塊になっちゃいます。漆喰や珪藻土は左官材料なので水との戦いですね。水との戦いというか水との対話ですね。水分が蒸発していったり、柔らかい材料だったらこう、ね、また垂れてきたりするんで、こう塗りながらもね表面も乾いてきちゃうんですね。
だからある程度のスピードで塗っていかないと、まあ、DIY でやるとボコボコになってくるっていうのはね、そういうことですね。塗るスピードがちょっと平均よりも遅いと表面がボコボコになってきます。塗るときに手数が少なく塗るのが大事なんですけど、まあ、私の場合はちょっと手数が多いですね、この日はね。やっぱりコンディションの悪さが出てますね。こうね、改めて見てると自分の体がちょっと硬くなってるな。柔軟性がやっぱり若い時に比べてなくなってるなっていうのが動きを見てたら分かりますね。なのでストレッチなどをしっかりした方がいいですね。これはフィジカル大事です。でもね、私も普段どっちかっていうとデスクワークの方が多いですが、このね、塗ってる時期がちょうどデスクワークが多い時期だったんで、動きは悪いですけど、やっぱりね、こうやって現場に出て塗ってるとね、体を動かすんで調子がいいですね。体のね、健康にいい。壁塗りは健康づくりにもつながるので、塗る時も塗った後の空気も両方健康にいいということですね。大人の趣味ですからね、 DIY になってくるとね。ちょっとコテを動かす手がぐらついてるな。体感が悪いですね。体感トレーニングしなきゃダメだな。バランス感覚落ちてる。別に今ここをね、鳴らさなくてもいいんですよ。あとですね、もうちょっと材料つけてからの方がいいな。塗る前にね、ちゃんとコテをあてがってから塗らないと、今みたいにもたつきますね。これも師匠にいただいたコテですね。大活躍ですよ。洗った後はきれいに拭く、はい、この点はいいですね。
基本的なことができてますね。これね、本来はね、狭いところを先に塗ってから広いところで消すっていうのがやり方なんですけど、狭いところを後から塗っちゃってる、そうなるとね、結構決まらないことがあるんですけど、まあうまいことなんとかやった感じですね、これはね。基本狭いところをああいう時は先に塗った方がいいです。カメラを向いてますね。右利きの場合は最後右の角でこう決めていかないと線が残っちゃうので、右のね角で最後塗るのはやっていくんですが、まあ、ここの場合はね窓の上、あドアか、ドアの上っていうのもあって狭いですよね。するとああいうつぶつぶが入るんですけど、つぶつぶは消しましょう。当たる位置がね変わって線入っちゃいましたね。塗った後はね、必ずこうやって手直しですね。気づいてなかった部分は手直しします。でこれね、下塗りなんでいいんですけど、仕上げだったらね、今のやり方だったらもう乾いてきてる可能性もあるので、そういう場合は一部上から重ねて塗っていきますね。意外と時間かかって塗っているので、コンディションの悪さが露骨に出てますね。
下塗りの場合はね、後からこうやって塗り残しを重ねることできますが、仕上げの時はね、後で重ねると目立つことがあるんで、その後のぼかしっていうテクニックを使わないとね、難しいです。いやー、お疲れ様でした。ありがとうございました。見ていただいて、まずね、自分で思ったのはまだまだだなというところですね。で、調子がいい時はね、もっと塗れるんですよ。いや、本当にもっと塗れるんですよ。この時はちょっと調子悪かったんで、はい、思いっきり言い訳ですけども、今後も塗っているシーンをお届けしていきます。次の動画はもっと上手くなってますんで、期待して見てください。この動画が参考になった、役に立ったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして辻下手くそだなと思った方は遠慮なく低評価を押してください。これをエネルギーに頑張ります。では次回の動画もお楽しみに。